明けましておめでとうございます。 N です。本年もよろしくお願いいたします。それではお寿司作りその2をやっていきます。卵を固ゆでしています。これ岩石卵を作るためです。いつも半熟卵ばっかり作ってたので固ゆで卵のやり方を忘れてしまって、適当に固ゆでにしてますね。長く茹でてということで、皮を剥いております。新しい卵をそのまま茹でると綺麗に剥けないんですけれど、一度卵の上の部分か下の部分か忘れちゃいましたけど、ぶつけて、なんかコンとぶつけてから茹でると微量に空気が入って後で剥きやすくなるので、そのようにしました。剥いた後は白身と黄身を分けます。黄身は砂糖と一緒に練って、で白身は厚い部分だけを黄身と砂糖のペーストの中に混ぜて、で成形して巻きすで巻いて蒸す、そういったものに、そういったレシピになります。熱いうちに卵と砂糖を混ぜておかないとペーストにするのも大変なので、もう本当に急いで混ぜて、で練っていくことになりますね。でここのペーストに白身の割と厚い部分を選んで混ぜていきます。卵5個使うんですけれど、黄身は丸々5個分使うんですが、白身はそうですね、3分の2ぐらいしか使わないですね。で巻き簾1本分になります。で巻き簾の上にガーゼ、ちょうど同じぐらいの大きさのガーゼを水で濡らして固く絞ったものですね、そこの上に、広げてというか、巻けるように横に広げて一本になるようにちょっと広げて、で巻いていくんですけど、これが本当になかなか難しいんですが、何回やってもちょっと試行錯誤ですね。もともと巻き簾を使った巻き寿司があんまり私得意じゃなくて、これも本当に悪戦苦闘してるんですけど、終わりよければ全てよしって感じで、負けたらもうぎゅうぎゅう、空気が入らないようにぎゅうぎゅう上から下から綿棒で押して、で10分ぐらいかな蒸して、で蒸し上がったらすぐにガーゼを外してラップに包んで、で冷まして冷蔵庫で保管ということになりますね。これ私の妹がすごく好きで、ほんのり甘い、箸休めになる一品ですね。全てというか、他のおせちがちょっと塩っぱいので、本当にいい箸休めになる一品です。
次は八幡巻きです。ごぼうと人参を市松模様になるように組み合わせて、そして牛肉で巻いて甘辛いタレで炒めにするというものですね。牛は美味しい方が美味しくできますので、すき焼き用の牛を使ってます。で、ごぼうと人参も下茹でしてます。だし、まあ、めんつゆ風のだし汁で多少柔らかくなるぐらいまで下茹でして、で同じぐらいの大きさ長さに切って準備をしております。でこれすき焼き用の牛肉ですね。もうちょっと厚くてもよかったかなとか思うんですけど、まあこれぐらいでいいでしょう。巻いてしまうので、で油の部分ももう切り落としてしまってもいいかなと思ったんですけど、ちょっともったいないので巻き込んでしまうことにしました。そう、こんな感じで市松模様になるので、あの切った断面が美しくなるというね、めでたいおせちのかわいい断面が見えるといいなっていう感じですね。くるくる巻いていきます。これをまあ綺麗、あの、ま、巻ければいいかなというところですね。切ってしまえば断面しか見えないので、まあ、外側は巻ければいいかなといったところですね。で油で焼き色をつけていって、まあ簡単ですね。焼いて煮汁で煮てっていう一品ですね。で焼くときは巻き終わりを下にしてまず焼くと、ほぐれてこないのでいいとか書いてありましたけど、なんかね、下が一瞬巻き終わりが分かんなくなっちゃったので、まあいいでしょうという感じで適当に焼いてみます。ほら、わかんないんですよね。結構です。失敗したかなとか思ったんですけど、まあそんなに全部、ね、全てほぐれてくるということはないので、まあ、このまま焼き色をつけていっているところですね。牛の油が多少出るので拭いておきます。まあ牛の油も悪くないから別にいいんですけどね。でも煮汁の邪魔になるので拭いておいて、そして酒、みりん、醤油で味甘辛く煮ていくというところです。でガピカピカピになるまで煮詰めなくていいんですけど、ある程度味がついたらもうそれでいいですね。結構本当にしょっぱい味になるので適当なところでやめればいいと思います。あんまり薄味でも美味しくないので、次は龍眼巻きです。
これもね、手間のかかる一品ですね。手間のかかるのは、その早めにもう終えてしまいたいという一心で、作業というか料理、おせち作りでももう前半ぐらいに始めて、もう安心したいという感じでやっています。前は20日ぐらいからいろいろ始めてたんですけれども、品数も少なくしたし、慣れてきたというのもあって、だいたい2日で作ってしまえるようになりました。なので2日のうちの、まあ、1日目に作ってしまう一品のうちの一つですね。さっきの八幡巻きも一緒ですけど、で海苔のサイズに伸ばすので、海苔のサイズの用途のところでラップを折って、そのラップの中で伸ばすという作業をしています。鶏のささみですね。で鶏のささみも筋は取った方がいいですね。筋が伸ばすのをちょっと阻害するというのを今回ちょっと如実に感じましたので、ちょっと包丁何も入れなかったんで、まあこのままでいいかという感じでやってたんですけど、ちょっと伸ばすのに、伸ばそうと思っても筋があるから、すごく伸びようという力が、縮もうとする力が加わってしまって、ちょっと伸ばしづらかったので、次にやるときは筋は取っておこうと思います。でうずらの卵を2つ入れて巻いていきます。相当伸びるもんですよね、ささみも。叩くのは綿棒で叩いています。ギュッとね、空気が入らないようにして、優しく押さえます。でラップでキャンディーのように包んでおいて、揚げるんですけど、揚げる時までこのまま冷蔵庫に入れておくということですね。まあとはいえ、もうそのこの後すぐに揚げ焼きをしてしまうんですけれども、とりあえずこのまま準備しております。そして揚げていきます。キャンディーのように包んだラップを外して、で小麦粉をまぶして、で有元レシピだと普通にフライヤーで揚げるということになってるんですけど、私は揚げ焼きにしました。1センチぐらいの、ごま油でひっくり返しながら揚げていくことにしています。
こんな風にコロコロ転がしながら揚げ焼きをしていきます。ちょっときつね色になるぐらいまで揚げれば中まで揚がるかなといったところです。で、醤油をバットに入れて、ここでまたコロコロ転がすと鶏肉に味がついていくので、それでおしまいです。もうどんどんいきますね。で、次は、のし鶏ですね。鶏のひき肉 150g をまずいって、で、パラパラになったところにまた別の 150g の鶏ひき肉を入れて、生姜を入れて、調味料、酒と何入れたかな、これみりんですね。醤油も入れてましたね。醤油を入れて、で、片栗粉を大さじ1杯入れてますね。で、これで練っていきます。ある程度練ったら卵1個弱ぐらいを入れて、まあ、つなぎかな、で、成形して焼いていくというものですね。で、成形したら上の面だけにごまをびっしり敷いていきます。中弱火ぐらいでしばらく焼いていったら綺麗な焼き色がつくのでひっくり返します。で、有元レシピはひっくり返さずにこのままオーブンに入れてましたけれども、私はオーブンじゃなくてひっくり返すことにしています。まあ、同じですね。このまま、10分ぐらい中が固くなるまで、そう、こう触ってみて弾力が出てきたらもう中まで火が通ってるっていうことなので、ここでまたタレを作っていきます。作っていってフライパンの中で絡めることをします。これも少し煮詰めると味が含まっていきますけど、やっぱりね、ちょっと辛いんですけど、しょっぱいんですけど、まあ、おせちですからね、こんなもんですね。これぐらい味が濃くないと、まあ、日本酒のお供にならないっていうところですかね。
はい、次は車エビですね。新鮮な車エビを買って、これを旨煮にします。まあ、ロブスター、伊勢エビのお頭付きがあればいいんですけど、それは私は料理はちょっと無理なので、いつも車エビ怖いんですけどですね。でも、手の方よ、こんな風に動くの私は怖いので、夫にもう茹でてもらいました。 OK good one by one。ということで、無事人数分の10匹入れることができたので、2含めておしまいということになります。盛り付けるまでこの漬け汁と一緒に冷やしておきます。ということで以上でございます。最後までご覧いただきありがとうございました。